者と互角だと。フリーダム。貴様がフリーザか。思ってたよか、ずっとガキっぺーな。まだゴミが残っていたのか。カカロット、お前。カカロット、その名前はサイヤ人か。あいつだ。惑星ベジータを滅ぼした時に最後まで抵抗したあのサイヤ人にそっくりなんだ。までのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を乗り越え、スーパーサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。バカだね。おとなしく触れてりゃよかったのに。かもな。生意気だよ、お前。それにしても、こいつらの凄まじい気だけでも押し潰されてしまいそうだ。何？フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。そうだ、あの最強の戦士スーパーサイヤ人だ。フリーザ、もう貴様はおしまいだ。ざま見やがれ。知ってたはずだろ、僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ベジータ、よく聞け、カカロット。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは巨大隕石の衝突のせいなんかじゃなかったんだ。心臓を貫いたのにしぶといね。話はまだ続くわけ。俺たち以外は全員殺された。貴様の両親も、俺の親である王も。頼む、フリーザを倒してくれ。サイヤ人の手で。やっとくたばったか。じゃあ恐怖のショーを再開しようか。ベジータ、悔しくてしょうがねえんだろ。のことで綺麗だったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。俺も少し分けてもらうぞ、その誇りを。嘘だちのサイヤ人だ。俺たちに殺されたサイヤ人たちのためにも、このナメック星人たちのためにも。今日の上を行くやつがこの世にいたなんてね。ほら、ワクワクしてきたぞ。
とは君は強いよ。まさに驚異的と言ってもいいほどだね。そいつはどうも。一応最後に聞いておこう。どうかな、僕の下で働いてみる気はないかな。冗談じゃねえって。オラがそんな申し出受けっと思うか。そう言うとは思ったよ。サイヤ人という連中はバカと言っていいほど頑固だからね。じゃあ君に残された道はたった一つ、死ぬしかない。どうかな、そう簡単にはいかねえぞ。大した自信だね。だが僕は気づいているよ。君は本気で戦うと言っておくが、まだかなりのパワーを残していると。そいつを考えに入れても僕の計算では約 50%、 つまりマックスパワーの半分を出せば君を宇宙の塵にすることができるんだ。楽しかったね。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。最悪だ。空のやつ何かするつもりだ。元気玉だ。クリーン、貴様らの残った木を俺によこせ。さっさとよこすんだ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。あんなのを上空に作ってやったのか。どこにあんなパワーが残っていたんだ。とうとうバレちまったらしいぜ。さっさと元気玉とやらを完成させちまえ。すまねえ、そういうやつなら時間がかかっちまうか。こいつはデイ弱点だ。こそこそと動き回りやがって、うっとしいハエどもが。